第4レース今日最初のいい逃げが決まりました。1号艇の松井茂選手です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。数字もあります。65号機評価としては2走されてどんな評価になされてますか？プロペラに関しては結構自信あったんですけど、さほど、パンチ力もなく、まあ普通、まあ悪くはないんですけども普通の足ですね。はい、映像を見てまいります。ここはイン逃げが決まりました。行き足系統もいいというよりは普通な感じなんですか？何？行き足系統ですね。ああ、さっきコメントした通りです。うん、そういうことですね。はい、相対的に旋回系統、いわゆる乗り味、乗り心地なんて言いますけれども、そのあたりに違和感というのは特にはないですか？ないですね。うん、はい、調整の中でいわゆるこうそのあたりも足の良し悪しといいますか推移というのはあるんでしょうか？今言った通りです。エンジンに関してはずっと、はい、うん、いわゆるずっと、まあ、普通の感じかなという、いや、いわゆるコメント、ちょっとコメントが難しいですね。はい、コメントから言いますと、はい、例えば昨日勝利者インタビューで平本選手なんかも松井選手がだいぶ伸びてきたというようなコメントもあったんですが、そういう手応えではですからないという、ちょっと人の話と違って僕の話を聞いてもらったらいいと思います。はい、わかりました。ですから松井選手はとしてはこのモーターもっと上積みができるだろうというところですね。いや、結構自信あったんですけど、試運転しても、はい、まあ、普通ぐらいの足なんで、うん、まあ、この辺の足なのかなっていう感じはしてますけど、まあ、ところですね。わかりました。今日ここ1回走りということ、見事に白星になりました。最後にファンの皆様にメッセージをいただけますか？はい、全力で頑張ります。松井茂選手でございました。ではカメラサインをお願いできますでしょうか？見事ですね。インから逃げ切りました松井茂選手ということで、足は普通くらい、うん、まあ、納得しない感じですね。うん、はい、ということでね、明日以降も非常に楽しみです。4レース払い戻し金はご覧の通りです。